皆さん、こんにちは。そして、ナッシーも、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。本日は、祝、アニメ化記念、マイホームヒーローの面白さを語ろう。うん。というわけで、漫画、マイホームヒーロー、アニメ化されるんで、それについて語っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まずはね、あらすじからちょっと言いたいんですけど、はい。あらすじ。頼れる妻と、ちょっとだけ反抗気味だけど可愛い高校生の娘。とすてつおの人生はそれなりに幸せだった。娘の顔に、オーダの傷を見つけるまでは。てんてんてん。というわけで、漫画を描いてるのが、サイコメトラエイジとか、国立の祭りとか、シバトラを描いてる、朝木正義先生ですね。原作の方はね、また違う、これだろう、山川直樹先生かな。ああ、そうか。100万の命の上に俺は成り立っているとか、最近だと。先生なんで、まあその原作と漫画の、漫画家のコンビ、通称、バクマンシステムで、勝手に言ってるだけですけど、まあ書いてる漫画ということで、で、まあ、僕もナッシーもね、一応一回は読んでるって感じかな。そうですね。私は最新刊までは、うん、まあ、追ってない。うん。まあ、データで、まあ、忘れちゃってる部分があると思うんで、まあ、僕は今日はちょっとその、原作の面白さのポイントについて語っていきたいなと思ってます。はい。アニメはね、4月2日日曜日かららしいですね。うん。ちょっと予告編を見た感じだと、どうですか？なし、予告編を見た感じ。面白そうでしたね。うん。その、なんか、漫画の読んだ時のあの熱中感を、予告編見ると思い出してきた、うん、夢中になるんだよなって感じの展開の示唆、まあ、ちょっと後でその夢中になったポイントとかもし言えればちょっとぜひ聞かせてほしいっていうところなんですけど、はい、まあ、この漫画を一言で言うと、うんうん、愛ゆえに一人の人間が怪物になる話かなと僕は思ってまして、うんうん、でアニメはどこまでやるか分かんないですけど、まあ、第1部第2部とあるんですけど、まあ、第1部までなのかなともちょっと思ってる感じで、全10話、12話ぐらいで完結するっていうところだと言ったんです。まあ第2部はね、第2部がまあちょっと真骨頂かなって感じなんですけど、まあ今日はちょっとネタバレなしで、面白いポイントを語っていきたいなと思うんですけど、うん、例によって3つちょっとテーマを考えていきたいんですけど、うん。お願いします。その1。はい。半グレは怖い。うん。うん、その2。普通のサラリーマンがどうやって知恵でハングレーと戦うか、うんうん、3. 日常のありがたみを感じる漫画、うん、という3本で言ってみたいんですけど、まず1番ね、まあ、ハングレーは怖いっていうところなんですけど、最近だと、まあ、くしくもこうハングレーというか闇バイト問題みたいなのがあるじゃないですか。はい、ね、ある日ニュースがね。そうそう、ニュースでね。まあ、要は、資産家のところに、まあ、ある日突然、こう、闇バイトで集まった人たちが、ちょっとこう、強盗行為を働いて、まあ、あまつさえ、こう、ちょっと、殺人に及んでしまうみたいなこともありますけど。うん。ただ、まあ、僕らはそれをこう、ニュースで見てるわけなんですけど、じゃあ、その、実際現場でどんなことが起こったかってわかんないじゃないですか。うん。その一端を垣間見える作品ですね。うん。まあ、こう日常のね、こう平安な、まあ、治安が世界の中でもいいと言われている日本の中で、こう、薄皮一枚こう剥いだところにあるその暴力というか。そうね、ドア一枚向こうはっていう感じですよね。でね、この漫画を読むとね、本当に半グレ怖えなって思うんですよね。で、いやまあ、何が怖いかっていうところなんですけど、うん、まあ、いろんなポイントはあると思うんですが、まあ、やっぱりその、価値観とか倫理観の違いって一つあると思うんですよ。うん。まあ、普通だったら、普通の倫理観あったのは人を傷つけたら、なんか申し訳ないなとか、嫌だなとかってあったりすると思うんですけど、やっぱそういう価値観が、こう抜けてる人たちをこう目の前にしたときに、どう対峙していくかっていうのは、もう考えただけでも怖いじゃないですか。うん。だし、この漫画のさらにすごいところは、その、詳細があまりにもリアルなんですよね。ディティールの部分。ディティールの部分ね、よくその神は細部に宿るなんて言ったりしますけども、そうですよね。まあ具体的に言うとね、こうなんか
鍵を開けるときに使う、こう、サムター回しみたいな技術がありますけど。うん、なんか、それが、モザイクとともに紹介されたりとかね。あとは、じゃあ、人を殺しちゃいましたってなったときに、それをどうやって透明にするというか、うんうん、目の前から消すかみたいな、その、あまりにも詳細な手法。うん、そこまでやるみたいなね、こう。だその、詳細がゆえに、すごいリアリティがそこから、まざまざと来るし、いわゆる暴力行為もなんか、あ、こうやって人を制御するんだとか、こうやって人の身動きを取れなくするんだみたいな、うん、とか、こうやってなんか脅すんだみたいなところのこう細部が描かれることによって、いや、マジ半グレ怖えな、みたいな、っていうところですね。ありましたよね、なんか、半グレの文化、伝統というか、文化というか、その積み重ねられた技術みたいな、うんうんうん、そういうすごみが、うん、ありますよね。取材をしっかりされてるんですかね、ああいうの。だからその何が怖いって、その世の中にいろんな怖いジャンルってあるじゃないですか、うん、あのホラーとかゾンビとかいろいろありますけど、うん、もうやっぱ人間ですよ。やっぱ人間が怖いんですよ。ゴーストはいいんですよ、影響を及ぼさないから。やっぱ リアルにいる人間が一番怖いんですよ。だって可能性があるから、現実だから、ね、高いからね、半グレにやられる方がきっと幽霊にやられるより、いやもう確率はそっちの方がもう1億倍高いんじゃないですか。っていうところが、まず1点目かなと。で、まあ2点目がね、じゃそんな半グレに対する主人公は、まあ格好つきではありますけど、まあ普通のサラリーマンなわけですよ。まあ普通のサラリーマンって、うん、まあどういうことかって言ったら、まあ、よくこういうやつであるのがね、舐めてた親父だったら実は特殊部隊でしたみたいなパターンあるじゃないですか。映画とかにもね、最近だとミスター・ノーバディとか。はい。あと、ニーアム・リーソン主演のやつは大体そんな感じだったりしますけど。イコライザーとかもその系譜かもしれないですけど、うんうん、なんか ただの親父かだと思ったら、やべえ、めちゃ強かったみたいなね、まあ、パターンありますけど、うんうん、そんなことはねえんですよね。決して特殊部隊ではなく、特殊な訓練も特殊な技術もないと。うん、ただまあちょっとこうミステリー作家で、トリックとかね、そういう、まあ、物語を作るのがうまいというかね、そういうのってまあやっぱ、体力じゃなくて知恵の部分じゃないですか。そういうなんかこう、暴力とか、その物理的には勝てない相手に、いかにこう、戦術とか知恵とかで勝っていくかって言えば、その面白さは一つあるかなと思いますね。うん、無双しない漫画ですよね。そうね。苦しい状況。うん、もう常にギリギリっていうね。ね、本当に。もう物理的にはずっと負けてるみたいなね。でもそれをこう、知恵で、まあ、うまくやっていくっていうのはやっぱ気持ちいいじゃないですか。そこの面白さはあるな、ということですね。知恵ってなんか、小さな嘘とかそういう感じでしたよね、確かに。そうね。そう。とか、事前に仕込んでおくとか、うん、まあ。こう、いかにしてその暗証番号を知るとかね。ああ、それも知恵でやるな。そう。まあ、もちろん特殊技能もありますけどね。こう、なんか、ハッキングじゃないけど、ハッキングまがいのことをしたりとかね。うん。それもなんかなんとかこう調べてとかね、まあ、そういうねこう細かい知恵を積み重ね、なんかそれがなんか一発逆転のホームランを打つんじゃなくて、なんかこうコツコツヒットを打った先に勝つみたいなね、なんかそういう感じ、ちっちゃい積み重ねをこう一個一個丁寧に積み重ねていってっていう、一般人がっていう枠を超えない中でそうねやってる、そうできないわけではないっていうね、うん、決して高等無形なことをやっているわけではなく、ね、命かかったらまあこんぐらいやるかなっていう、ね、ところですよね。で、まあ3つ目がね、そんなこんなで日常のありがたみを知るっていうところが、うん、まああると思うんですけど、まあここはね、ちょっと予告編で出ちゃってる範囲なんで、まあギリ言ってもいいかなとは思うんですけど、まあそのもちろん半グレと戦うっていう非日常もありながら、まあもう一点はやっぱ自分がその犯罪に手を染めてしまうっていうところじゃないですか。その犯罪に手を染めてしまったら、なんかそれをこう隠そうとするっていうのはもうずっと非日常の連続が始まるわけです、そっから。うんうん、それってもう考えただけでもストレスだし、なんかもう嫌だなっていうね。そう、うんうん、だからまあ今現在もね、あの世の中にはその犯罪を犯して逃げ回ってる人たちって、まあかなりの数いると思うんですけど。そうだね、確かに。もうその人たちってこうずっと怯えながら生きて、行かなきゃいけないわけじゃないですか。こう周りの人見てもなんか、もしかしたらこう、ま、俺のこと疑ってるやついないかなとか、
警察のやつじゃないかなとか、ニュースとか見てもなんかこう、少しでもこう自分に関わりそうな情報があったらもうドキドキしながら見なきゃいけないっていう、ずっとこう緊張状態が続くわけですよ。うん。って考えると、いかにこの平平ボンボンとした日常が尊いものかっていうね、ってことをね、読みながらその、あ、俺の日常はなんて平穏無事で幸せなんだ、思う作品ですよね。そうですね。本当に最初の数話からもう一生後戻りできない道を行くっていう感じの。うん、そうね。もう単行本一巻のね、まあ割と早い段階でそういう事態が始まってしまうんでね。あ、一気に来たな、みたいな感じのね。じゃあ果たしてその緊張感がアニメで伝わるのかどうかはちょっとわかんないですね。うん、そう。やっぱ、ね、うん。やっぱ漫画のね、こう画力もそうだし、うん、どうしてもこうアニメ化するにあたっていろいろ変わってしまう部分もあるかなとは思うので、うん、それがしっかり残るのかなというところがまああるのかなと思うんですよね。うん、どうですか、ここまで聞いてみて。あのブレイキングバッドに似てるかもって。あ、そうね。思いましたね。うん、まあブレイキングバッドっていうのはなんかまあ平凡なおっさんがあの麻薬王だってるっけ、麻薬王になってるとか。うん、そう。あのこれですよ、ドラマこんな。好きだったら多分結構似た部分は、あの感じを、あの辛い、息詰まる感じ。多分密度はこの漫画の方が濃い気がするんだよね。そのピンチの連続と、連続さというか、一つ一つの。うん。まあ、ブレイキングバッドもね、ワンシーンワンシーンやばいやばいっていう感じだけど。まあ、ちなみにだから日本にもね、あのブレイキングバッドみたいなね、漫画が2つほどあるんですよ。おうほうほう。うん。なんか一個はなんかタイマ王っていうね。タイマ。知らない。知らないです。で、なんかもう、平凡な、なんかあの、花屋のお兄さんがタイマ王になっていく話なんですよ。へぇ。読みたいです。いいですね。面白いですよ。多分まあ例によって最近はね、最初の数話は公開されてるかなと思うんで。はい、で、もう一個が、これね、サイトで紹介したことがあるんで、うんうん、探せば出てくるはずなんですが、ちょっとバッと出てこない。出てこないだ。まあ、いっか。まあ、もう一個はちょっとあの、今パッと出てこないんで、動画説明欄にでも入れておきます。で、まあ、ここまでがおそらくアニメ化されるところだと思うんですけど、うんうん、まあ、ぜひこれを聞いてる人は、まあ、原作の漫画ね、なんか今調べたら多分アニメ化記念だと思うんですけど、なんか170話ぐらいまで無料公開されてるんですよね。おー、すごい。まあ、170話、何巻ぐらいですか ?170 話。まあ、一巻が、どこら辺だろう、ちょっと読んでみるわ。あ、でもほぼ全部だわ。うお。ほぼ最新巻だ。ほぼ最新巻まで。あ、まあでもちょっとなんか登録が必要か。登録すればまあ見れますよ、みたいな感じかな。最初の数話はいけるっぽいんで、まあちょっと最初の数話だけでもね、まあ見てもらいたいかなっていうところ。なんすけど、うんうんうん、まあね、これちょっと最初説明したときにこれどういう漫画かってこう一言で言うとって話したじゃないですか。うんうんうん、ね、あいうえ一人の男が怪物になる話っていうところで、まあ今ブレイキングバットもちょっとね出てきましたけど、まあ要はそういう話なんですよ。皆まで言わないですけど、そういう話。あ、最初その言ってたもんね、その一般人の枠を出ないコツコツサラリーマンが。そう。っていうところが。いや、待って、僕、誰が怪物になるとは一言も言ってないですよ。誰が怪物になるとは、ね。確かにね。わかんないもんね、誰が怪物。私も途中の。そう。誰かがね、誰かが怪物になるんですよ。で、っていう、まあなんか、対半グレの話が6巻の半ばぐらいまでの。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。じゃあ今、第何巻まで出てるかっていうと、今ね、19巻まで出てます。うわ。三分の一なんだ、じゃあ、まだ。その。確かに。六巻って。確かに。三分の一なんですよ。ね。三分の二を、どういう話になるかっていうと。まあ、皆まで言わないですよ。難しいですね。安心してください。皆まで言わない。ネタバレなし。いや、まあ、ちょろっと言うよ。ちょろっと言うよ。そっからね。まあ、そっから、どうなるかっていうと、まあ、半グレの話も、まあ、続くっちゃ続くんですけど、そこからちょっと怒涛の展開で、これもだからやっぱ最近のニュースとこう、
図らずもマッチしてしまうのがこの漫画の恐ろしいところだなと思うんですけど、うん、宗教絡みになってくるんですよね。おー、なるほどね。そうね、最近ね、まあ、どことは言わないですけど、なんかね、うん、まあ、そうね、まあ、最近もいろいろこう宗教絡みのこうきな臭い事件がここ1年ぐらいでこう起こったじゃないですか。うんうん、まあ、ちょっとそっち系の話になっていくというか、でそれがそれでまたとんでもなく面白いというか、うん、そこもなんか細部の書き込みがすごいなっていう、うん、なるほどね。身近にある異文化みたいな、そういうところで同じものとして着目されてるのかね。でやっぱりそのなんだ、まあよこういうのでよく描かれるのがやっぱ小さいコミュニティがちょっと描かれたりすると思うんですけど、なんかこう、うんうん、特殊というと本人たちは特殊だとは思ってないんですけど、やっぱこう同じ思想とか同じ考えの人たちが集まる、まあ、集落みたいなのが日本には実際あるとは思うんですけど、うんうん、まあそういうのが描かれてて、そう、まあ、そこもリアルだなっていうところで、まあ、僕の好きな漫画にあの五十嵐美京先生の愛という漫画があるんですよ。ちなみに五十嵐美京先生はまあ有名なところで言うと、あの、ボノボノを書いた先生ですね。ボノボノっていう漫画をね、書いた話があって。はいはいはい。知らないな。はい。五十嵐美京先生の、ね、はい、愛っていう作品が、そう、とんでもない作品があるんですよ。カタカナで、まあ、はい。カタカナで、まあ、あの、アルファベットの愛、ABCD の愛を書いて、ああ。愛と読む感じなんですけど、これ全3巻なんですけど、この表紙から何の情報もないと思うんですよ。そう、あの黒塗りのね、黒塗りっていうか、なんかもう単色になんか一言、愛、五十嵐美京ってあると思うんですけど、この漫画を一言で言うとね、漫画の中に神様を見る作品ですね。おー、これはとんでもない作品なんですよ。これはこれでとんでもない作品なんですよ。読んでみたいですね。ちょっとじゃあこれ読む前に一回プレゼンさせて、これ。プレゼンさせた後でちょっと一回読んで感想編取りたいぐらい。ああ、いいね。これやりましょうよ。ぜひ、ぜひ。そう、これがね、恐ろしい作品なんですよ。あまりにも恐ろしい作品なのに、あまりにも知られなさすぎてるんですよ。し、一般受けも全くしない作品だと思う。あ、でもちょっとすごい熱いレビュアーが、熱いレビュアーの方のタイトルだけ言うと、作者の最高傑作。ただし、安易におすすめはできない。うん、同じ趣旨ですね、本当に。で。何かおすすめできない決定的な理由があるんでしょうね。で、ちょっと一言でまとめてくれてるセリフを言うと、愛は一人の男が神様の存在を求め続ける一生を描いた漫画になります。うん、そうね。まあ確かに僕が弱いちょっと作品群として、誰かの一生を描く作品僕弱いですよね。うん、うん。若かりし頃からまで、死ぬ瞬間近くまでというかね、そういう作品を描いたやつはちょっとまあ、弱いんですけど、なんかね、もう、わけわかんない漫画なんです。いや、わけはわかるんですけど、わけはわかった上でわけわかんないんですよね。ええ、読んでみたいですね。レビュー熱すごいですね、アマゾン。レビュー熱すごいね。そうね、ちょっと、黒いね。黒いね。書き込み量が。で、まあ、それゆえに多分賛否両論起こる漫画だとも思うんですけどね。あ、ありますね。星1も。そう。絵が苦手、気持ち悪いっていう、そういう感じの。そういう作品なんですよ。そういう作品なんですよ。でもこれね、もっと評価されてもいい作品だと思う。うん、ただね、恐ろしく長いんですよね、そして。でも3巻。いや、1個がめちゃ分厚い1巻なんですよ。あ、そうなんですね。そう、もう1巻読むだけで、なんかその日の体力使い切るぐらい。あ、なんかとんでもないものを読んでしまったな、みたいな。で、まあ、ここでもね、まあ、とあるこう、一定の思想を持った人たちのこう集落みたいなのが描かれたり、うんうん、まあ、それでちょっとこうね、あの、神に近い何かだったりするわけじゃないですか。うんうん、おすすめポイントとしてはね、これを読むと、神とは何かがわかるというかね、十分もうここでプレゼンしちゃってる感はありますけど、まあ、そうね、あの、そう。あと、この五十嵐美京先生がね、僕のイメージだとあの、エロ本っていう認識だったの。へえ。なんかあの4コマ漫画でなんかとにかく下ネタの4コマ漫画を描くみたいな、こういわゆるこうなんか男性の週刊誌みたいな、なんかそこに入りそうな4コマばっか描いてるなみたいな感じで。そんな感じなんですね。私もボノボノの。僕の中のあの下ネタの知識はもう五十嵐美京先生から過言ではないっていうね。
もう知らない単語も、もうページめくるためになんか知らない、多分エロい単語なんだろうな、みたいな。これで学んだ。そういうね、まあそういうやつで、まあちょっと話を戻していくとね、まあそういうなんか特定のこう宗教の話になって いったりするっていうのがなんか、え、半グレから宗教みたいな、ね、そうなったみたいなところからの、いや、でもこっちはこっちでまた凄まじい話だなっていうところなんですよね。で、最新刊はどうなってるかっていうと、それも一旦終わって、はいはいはい、多分今第3部に入ってるんですよね。はいはい。入りたてぐらいには。入りたてぐらいな感じ。まあ、入って1、2巻経ったかなぐらいの感じですね。っていう、まあちょっとね、まあややこう怖い話ばっかりしてきたと思うんですけど、まあ、ちょっと最後にいい話も一個したいなと思ってて。これね、この漫画のね、何がいいってね、ヒロインが可愛いし好きなんですよね。可愛いし好き。で、まあ普通ヒロインって言ったら、まあ今回だと、まあ主人公の娘とかがヒロインになりそうじゃないですか。はい。違うんです。もうヒロインは奥さんですよ。うん。そして MVP も奥さんですよ。なんかね、ちょっと読むと、かすかにあるよね、その、こいつすごそうだな、みたいな。まあ、強いて言えば、この主人公の何が、まあ、さっきね、普通のサラリーマン、普通のサラリーマンって言ってましたけど、うん、何が特殊かといえば、奥さんがすごいっていうね。なるほど。別にまあ、奥さんが特殊能力を持ってるわけでもないんですけど、この弾力がすごいって。この人と生きていくっていうその弾力。何、3組に1組が離婚すると言われている昨今。うん、こんな弾力を持った女性と、なるほど。パートナーになれた主人公は非常に幸福な主人公だなと。なるほど。まあ、怒っていることだけ挙げると、大変だなって感じですけど、まあ、そのね、パートナーに恵まれたという一点においては、いや、まあ、本当に怒っていることだけ挙げると、うん、果たしてそうかなとは、ちょっと、第一部も第二部も言い続けられるんですけど、まあ、その人となりだけを見たらね、素晴らしいパートナーの方だなと。なるほど。いや、そこもぜひね、ちょっと、いつもとは違ったヒロイン像というところで見てほしいなっていう。ああ、そうなんだね。ヒロインは本当、奥さんと思って、読む、うん。いや、もう完全にそうでしょ。よくあるじゃないですか、その、某女性団体たちが言う、その、漫画ではこう女性が守られてばっかりみたいなね、はいはい、あったりすると思うんですけど、うん、いや、何を教えますと。全然違うじゃないですかと。ね、しっかり、なんかもう女性の社会進出がっていうしっかり描かれてるじゃないですかここにみたいなねっていう、まあそういう素晴らしい一面もあるかなと、うんうん、まあ現代にアップデートされた理想の女性像がここにはもしかしたらあるんじゃないかなっていうのは一つ、うんうん、いいですね、ポイントとしてあるかなと。どうですか、読み返す気になりました？いや、なりました。続きが早く読みたい。そうですね。でもこれもう本当にびっくりするぐらい続きを読ませる力が超強い、なので、うん、気軽に手出すと徹夜とかしちゃう可能性あるぐらい引きほんと強かった気がする。そう、ね、あの時、まあ、まずはね6巻まで読むとちょうどいいんじゃないかなって。あ、そうそうね、そうそう、ね、で一回まあちょっと最初からねもう6巻で止めておこうぐらいの気持ちでね、うん、読み返すといいんじゃないかなというところですね、うん、でまあちょっとアニメがねどういう出来とか、まあ、どういう、まあ、原作とどうこうが変わっていくとかっていうのはまだ放送も始まってないんで分かんないですけど、うん、まあ、少なくとも原作は非常に面白い漫画の一つというかね。で、これ、まあ、サイコメトラーエイジとかの国光の祭りの先生っていう話をしたんですけど、それとは原作者が違うんですよ、今回。うんうんうん、だからやっぱ原作者が違うと同じ絵でもこんなにお話って変わるんだっていうのが、まあね、よく分かる作品かなと。感じ方もっていう。そうですね。絵柄というかそういうのが。そうね。だし、まあ、やっぱもう作品の色もそもそも違うというか、ね、なんか今までの作品ってどちらかというと、こうやっぱ笑える瞬間もあったじゃん。サイコメトラー、フリミツの祭りとか、なんかギャグパートがあったりも、うん、と思うんですけど、もうこのマイホームヒーローに関してはね、あんまりギャグパートもそんなにあるわけではないので、うん、こんな感じですかね。そうです。そっかね。読みたいですね。うん。じゃあ登録すればすごい量、確かに無料になりそうですね。そうね、まあ、まずは無料で読める範囲だけさらっと読んだらいいんじゃないですかね。というわけで、本日は、マイボス、マイヒーローじゃないよ。マイホームヒーローのお話でした。はい。長瀬智也くん主演の、懐かしいです。行ってしまわないようにお気をつけくださいというところで。僕は満足しましたけど、大丈夫ですか？
はい。読みから返します。はい。まあ、アニメで楽しんでもいいと思うんですけど、もうここがね、原作をがっつり読んだ上で、アニメを楽しんでいただけると、さらに楽しめるんじゃないかなと思います。あと、愛も。そうですね。あ、そうですね。まあ、それはまた。ぜひ皆さん、はい、マイホームヒーローお読みくださいということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。